オリジナル曲をレパートリーとして各種イベントやお祭りにて演奏活動を行っております。本日は八重桜の中で春の喜びとともに打ち手一度心を込めて一生懸命打ち込みます。それでは皆様お願いいたします。こんにちは、中太鼓です。第1曲目に演奏しますのは額田城出陣太鼓になります。今から800年前、鎌倉時代初期、額田城は日立畑氏の別家として築かれ、その一族が代々移城して額田氏を称しました。額田城出陣太鼓は額田氏が戦いの都度家臣を近在より呼び寄せるための総ぶれの合図として、また大手門を出る時の軍列の式を鼓舞する時に鳴らされた、いわゆる離山陣太鼓を証言したものです。ではお聴きください。
はい、ぬかだ城出陣太鼓でした。ありがとうございます。続きまして起床太鼓になります。中の夜明け起床太鼓すいません。旧中町に広がっていた田園風景から近年目覚ましい発展を続け、今後さらなる大きな大きな飛躍を目指して盛り上げていこうと作られた曲です。力強さを感じていただければと思います。お聴きください。失礼いたしました。はい、起床太鼓でした。ありがとうございました。すいません、ちょっとハハしております。暑いですね。皆さん大丈夫ですか？
はい、最後の曲は故郷そして輝きになります。まず故郷ですが、昨年度中太鼓保存会の方では文化協会の重点事業として和太鼓教室の方を中央公民館の方で行わせていただきました。年齢層幅広く幼稚園生からシニアの方まで参加していただいてとても好評で、こちらとしてもとても楽しい思い出となりました。で最後にまとめとしまして、皆さんで文化祭公民館祭りで一緒に演奏した曲となっております。で次に輝き、連続してやります輝きですがすいません、はい、でこの曲は2019年いきいき茨城夢国体のオープニングセレモニーで茨城県太鼓連盟9団体総勢150名で演奏した曲になります。でこの2つ合わせてこの曲なんですが、まあ、太鼓以外にも今準備してますチャッパや笛や担ぎ太鼓など、こうちょっと今までの曲とは違った聴いてる方も楽しく元気になっていただけるような曲となっております。ですので、まあ、手拍子などな手拍子や掛け声などかけていただけると、一緒にこう参加していただけるととても幸いです。それでは最後になります、楽しいひとときをお過ごしください。よろしくお願いします。Thank you.
ただいまも。